自分の部屋にあった段ボールを1個持ってきたようです。あ、ここにももう1個ありますね。この辺はで、これ組み立てろって言ったら組み立ててくれたみたいです。これを使ってちょっと整理をしていこうかなと思います。でなんかよくわかんない、これまたこういうところに置かれちゃうんですよ。30分かかった。してないの、ちゃんと。北海道のお土産、ごめんなさい。
な。昨日残したいつか着る服ですけれども、これとこのジャージとスキーセーターとトレーナーとこのジャージ、この4つ、これとこれはもう捨てます。これもなんか自慢の短パンらしいです。でこれを旦那の部屋にぶち込んできます。ちょっとクローゼットあまりにもひどい状態だったので、このタンスの下がしか空いてるんで、ここに入れます。ちょうど5分ぐらい。